はい、皆さんこんにちは。ネットベースアナリスト横田修林です。今日はですね、東京にあります蒲田のですねホテルアーバーインの方に来てるんですけど、なかなかちょっと初めての体験の面白いホテルなのでレポートしたいと思います。ではですね、こちら入り口の方、はい、これで開きますね。で、いつものカードですけど、ここ刺します。はい、見てくださ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 い。じゃ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 んと、最初こう見るとですね、これなんだろうと思ったら入ってみるとよくわかるんですね。はい、わかりますかね。2段ベッドになってて、こっち向きとこういう向きとですね、2段ベッドになってて、でこっち側にですね、まあこういうものがあるんですね。テレビとかこういうものがあるという、形になっています。ちょっと初めての体験で一人で泊まるんですけど、上の2段ベッドもちょろっと寝てみて、下で寝るのか上で寝るのかちょっと悩みますけど、今日一人なんですが、初めて2段ベッドの、ビジネスホテルに泊まりました。バイバイ。